今回は初めてのコラボ、熊田曜子さんが来てくれました。ぜひ最後までご覧ください。今日は熊田さんが来ますよ。熊田さん、熊田さんが来ますよ。すげえすげえ。好きな野菜は何ですか？選手は自分よりでかい人が多いですか？結婚したい選手は誰ですか？好きなことは何ですか？すごい緊張するんだけど、ママ。なんでね、緊張しない。しない？楽しみだよね、でもね。うん。なんで緊張するの？緊張するよ。しない。でも緊張より楽しみの方が大きくなってきたな、どんどん。ね、緊張一個もない。あ、マジ？うん。ちょっとある。ちょっとある？でも、ちょっとあるかもしれない。きっと楽しみ。あ、来たんじゃない。ちょっと待って、ちょっと待って。はい、今開けます。すごい。ありがとうございます。開きました。いやね、姉ちゃん、キキちゃん、ゴーくんが喜びそうな企画をちょっと持ってきたんで、はい、一緒に撮ってください。はい、お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。初めてな感じがしない、まずっと見てるから。だんまり石、石になっちゃダメ。固まった。よし、ジンボの試合ゴーちゃん、ゴーちゃん、ほっぺも刺されてる。いいよ、ジンボ選手の試合見ようよ。マジでほっぺ刺されてる？そう、ここがプチってなってる。美味しいんだよ。やば。よし、じゃあ決めたい。ママ、キキ、ここも刺されてる。はい。すごい。さあ、行きますよ。みんな映るかしら。映ってます。キキ、ゴーの頭。うん。じゃあ、どっちだ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は熊田曜子さんとコラボ。やったー。イエーイ。やらせてもらってます。で、何をやるんだっけ？質問コーナー、おしゃべり。おしゃべりね。ありがとうね。熊田さんにね、いっぱい質問考えたんだよね。すごい、手書きで考えてくれてるの。はい、いっぱい書いてくれてるじゃん。じゃあねねからで。ねねからいく。ありがとう。なんでそんなに肌が綺麗になったの？全然始まる。こんなに競馬の話したのに全く競馬と関係ないじゃん。でも肌は次は競馬。あ、そうと肌はこれファンデーション塗ってるんだよ。ファンデーション、みんなはさ、ファンデーション塗ってないのにこんなに綺麗でしょ。あれ、はい、答えも書いてんの、ちゃんと。これ筋肉も用意してるんだ。ファンデーションのおかげです。こんな方なんで。じゃあ次は、はい、好きな K-1 選手は誰ですか？あ、でもこれはもうわかるね。いっぱいいるんだけど、チームペガサスが大好きで、だから新大久保に行きたいね。わかんないから読んで。あ、いいよ。どういうこと？お尻の形が好きです。なんかポールダンスやってる時の動画かな。
何見てくれたんだ。水着のやつかな。水着な何見たんだっけ。なんで教えた、ね、うん、あのしんちゃん忘れちゃった。あ、ちょっと待って、大丈夫。すごいね。すごい、一番びっくりしてる。逆向きにしたんだね。好きな肉体の K-1 選手です。好きな肉体、体、体、どこの部分、細かすぎ、おっぱい、おっぱい、おっぱい、確かにね、筋肉あるからね。筋肉おっぱいの形はね、蓮見光選手がすごい、調べてみようか。すごいね、ムキってなってる。もう、ね、35ぐらいかな。あ、すごい、なんか肉厚な横の幅とか、おっぱいすごいよね。で、ももはね、石井一生選手とこの間さ、福岡大会で戦ってた、藤田和樹、そうそう、戦ってた人のモモとかもすごかった。で、腹筋はリアム選手が常に綺麗。あの大会のさ、前はさ、みんな絞ってキュッてなるけど、キュッて、あの引き締まるけどさ、大会の前は減量もするでしょ。でもリアム選手は全然大丈夫です。リアム選手は常に常にもう体が出来上がってる。はあ、すごいね。K-1なんかまたアスラディジム、伊藤健人選手も入場ね。伊藤健人先生大好き、大好きだもんね。よし、じゃあ次は、今まで一番すごかった KO をしたのは誰ですか。難しいね、KO。サッタリ選手は確かに無差別級の試合もすごかったもんね。あ、でも、パヤモンも KO 勝ちしたよ。パヤモン好きなんだよね。可愛いね、あの子ね。確かに、リアム選手のあの後ろ蹴り、そうそう、後ろ回し、竜巻蹴り、あれ興奮するよね。KO 集見るのも大好き。好きな食べ物は何ですか。全然ケワと違うの、いいの。チョコレートです。チョコレート、かわいい、考えてくれた。じゃあ次は、会ってみて、うん、一番かっこよかった選手は誰ですか。難しいね。あ、サッタリ、サッタリ選手もかっこいいんだけど、クムラ兄弟もかっこいい。クムラなんだ。かっこいいです。イケメンってことでしょ。その顔がさ、もう美しいよね。ねえ、次わしだよ。わし、わしの質問終わってないじゃろ。三浦選手の影響受けすぎだな、みんな。そうなんです。中腰になって喋る。なんで K-1 が好きになったんですか。なんだろうね、もともと好きだったの。みんなが生まれる前さ、ピーターアーツとかアンディ・ムグとかさ、結構外国人の選手が、ね、そうそう、いた時、これ、何か終わった時にやる。でもね、その時はすごい、その時もすごい好きで、私も3人の子供がいるから、その自分の趣味のことができなかったからちょっと空いちゃったんだけど、去年ね、ラウンドガイさせてもらったの。あ、それでちょっとまた見始めた。あの動画見た、見てくれた、ありがとう。すごかったよね、うん、それでね、すごい楽しくて、どん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 ハマっていったんだよね。好きな洋服の形は何ですか。形はこれこれ、これ T シャツも好きだよ。あの普段は T シャツばっかり着てて好きなの。え、どれどれ。そうだね、ファンシリストが多いな。うーん、ワンピース、ポールダンサー。あ、ポールダンサー、そう、週に 2,3 回はやってます。週に 2,3 回。次は、辛いものと甘いものどっちが好きですか。あ、どっちもエンドレスにどっちもいけるな。辛いのもどっち大好き、トッポギとか韓国料理も大好きで、甘いのアイスクリームとか毎日食べるぐらい大好き。ラウンドガールの服はきついですか。あ、洋服、食い込んだパンツみたいな。あ、あれでもね、ちゃんとね、その子のサイズに合わせてくれるから、だからスタイリストさんがいて、みんなそれぞれのサイズにちゃんと合わせてくれてるんだ。取った取った、これやる、ぴったり。好きな野菜は何ですか。好きな野菜は、根菜です。氷超得意。氷好きなんだね。わしも超氷。わしも、おみくろぶしが、わしも、わしもな、わしも氷が超好きだ。みぶろセンスじゃん。選手は自分よりでかい人が多いですか。そうだね、あのバンダム中はさ、ちょっと小柄な選手が多いけど、あ、みぶろと、そうそう、
でも大きい選手も多いよね。大きい選手、ね、クルーザー級とかは絶対大きいし、ね、これどこでやったの？これ自分の家でやったの。マニキュア。結婚したい選手は誰ですか？難しいね。菅田将暉。全然違う。選手じゃなくなっちゃったね。あ、サッタリ。サッタリ選手？サッタリ選手のどういうとこが結婚したいの？かっこいいとこ。ああ、いいね。かっこいいし、強いし、優しいもんね。ねねちゃんは？ジンボ。あ、ジンボね。ジンボ選手人気ですね。熊田さんは？難しいね。そんなに私生活知らないんですだから。でもサッタリ選手は確かにいいな。ね、白あれだろうな。リアム、リアム選手もいいね。総本部の選手がいいね。リアム好きなことは何ですか？ポールダンス以外好きなこと？大好き大好き。可愛い。競馬を見ることで。読んで。好きな形は何ですか？好きな形。難しい。丸。ああ、だと思った。好きなディズニーキャラは何ですか？ああ、プリンセス、ジャスミン好きです。もうなって。好きな寝相は何ですか？キキちゃんありがとう。寝相。ね、もうね。私もね、みんなとね、一緒に寝てるから狭く寝てるから、もう大の字で寝たいです。ママもね、超狭く寝てる。そうね、みんなが動くんじゃない？ゴロ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 。好きな植物は何ですか？植物、チューリップです。ここだ。3358456 T1234567 6 BR34 ABTH51234870-1236 好きな遊びは何ですか？いい？好きな遊びは公園の鉄棒が好きです、はい、お尻の形が好きです。ありがとう。ディズニーストアは好きですか？大好き。コップとか買うのに、同じコップ持ってて、あのチップ、そう、チップうちにもある。ポールは好きですか？大好きです。いつかみんなの前で踊りたいです。体を結んだおべっこで、やって、難しくない？難しくない。あ、こうやって前にやってくれるってこと？こうやって、ありがとう。あ、そっか、カナを横に結んでるもんね。え、もう結べるの？すごいね。自分で結べるもん。すごい器用じゃん。すごい上手。カナオです。会ってみて、一番肌が綺麗な選手は誰ですか？肌が綺麗な選手。綺麗な選手。斉藤優馬とか。ああ、色白な感じだよね。一緒にセブンだってさ。ああ、今日昼ご飯セブンだね。セブン行きたいよね。お家をセブン行こっか。ね。それで熊田さんとジモンの試合見る。ジモンの試合一緒に見たいんだよね。いいママ。時間があったらしよっか。時間がなかったらまたさ、ゆっくり来てもいいの？今度また違う宝探すか、違う K-1 のケーキ作るとか、いろいろ考えるからさ。そう、肌が綺麗な選手、河原修二選手。じゃあキャラクターは何が好きですか？キャラクターはね、キティちゃんが好きです。キティ。サッタリはどんくらい大きい？サッタリ選手大きかったよ。大きいけどね、だって180以上あるもんね。すごい大きいんだけど、はい、優しい感じだから圧がないのよ、あんまり。全然圧って、なんかオラオラ、そうそう、オラオラっていうのない。優しい選手だから。でもね、試合の時はあるよ。そうだね。タケルはかっこよかった。かっこよかった。かっこいいし、笑うとかわいいし、ちっちゃい。お、背がそんなすごい高くはないけど、ちっちゃくはないよ。どうした？以上です。お、ありがとうございます。書いてくれない。ねえ、ご飯も一緒に帰る。3分ずれてる。あれまだ11時半でしょ。あ、いいよ、行く。ねえ、それでジンボのせい、ジンボの一緒に見ようよ。いやよね。
すごい、食べていいの？食べていいの？ありがとう。食べていい？ありがとう。いっぱいありがとうございました。ありがとうね、いっぱい考えてくれて。うん、こちらこんな風に書いてくれてね。おばー、くまだよーこチャンネル見てください。ありがとう。バイバーイ。やばー、ありがとう。セブン買いに行こう。セブン行こう行こう。ゴーくん食べる？どれが欲しい？これ？フォークもらう？直箸でいいんですか？私の。あ、いいですよ。すいません。いいですか？手でいけるの？ほら。うん。うん。ちょっとリアム見てみたい。うん。見て、形容詞あるから、リアムで。楽しいね、キキね。すごい楽しそうなんで、ママ今日。なんかさ、あの140のさ、フレリミナリーのさ、ピンクの髪の人さ、すげえなんか可愛いね。若いんだよね、聞いて。あと、小林選手が出るからちょっと。ああ。ペガサス。もう出た。あ、ペガサスなんだ。じゃあ、お会いしよう。ありがとう。応援してくれるの、一緒に。あ、退場マッチは絶対アニターリでしょ。ゼロ応援するじゃね。夏休みの宿題はやった？あと読書感想文で。お、大物が。ゴーも。ありがとう、ねねちゃん。ゴーくんありがとう。またね。名残惜しいね。また遊びに来ていい？今度なんかまた楽しい明日今度クッキングとかさ、違うやつも考えていい？ね、K-1 クッキーとかさ、K-1 ケーキとか作ってみようか。この形のさ、K と1のとか、この四角だったらすぐ作れそうだもんね。作ろうぜ作ろうぜ。イエーイ。ありがとう、ありがとう。